こんにちは、ビズメ育成チャンネルののぞみです。今日は天川がどうしても取ることができないという方に、取れない原因を3つお話ししていきたいと思います。その前にお知らせがあります。このチャンネルでは爪を健康に育成するための情報を配信しています。視聴者様からの爪の相談を募集しています。概要欄にある公式 LINE から爪のお写真とともにお悩みを送ってください。もちろん匿名でも大丈夫ですので、どしどし LINE の方をお待ちしております。では本題に入ります。まず天川っていうのは、この爪の下の根元にへばりついている薄い皮膚ではない皮なんですけど、皮膚は切ってはダメですけど、天川は取ってもいい部分になります。天川を取ることによってメリットがあって、爪そのものが丈夫になったり、爪の伸びるスピードも速くなったり、爪が縦爪になったり、いろんなメリットがあります。そのために天川を取ることは非常に大事なんですけども、なかなかセルフネイルでは取れないという方が多く見受けられたので、代表的な原因3つ紹介していきたいと思います。まず1つ目が、乾燥している状態でケアをしているということです。乾燥していたらとにかく天川は取れにくいです。ゴシゴシ擦ってもどうしても乾燥していると天川は残ってしまいます。ひどい場合は擦りすぎて爪自体を傷つけてしまう場合もあります。乾燥していると天川は取れないというよりも取っている感覚がないんですけど、お湯につけてふやかしておいたり、お風呂に入った後に天川を取ってあげると、しっかり天川がちゃんと取れる感覚が自分でつかめてくると思います。これは口で説明してもなかなか伝わらないんで、毎日のこの自分でネイルケアをする時の感覚が大事になってきます。天川を取るペースで最適なのが、まず最初の1ヶ月間は1週間に1回天川を取ってあげてください。それで1週間に1回を4回繰り返して、2ヶ月目に入ってから2週間に1回のネイルケアで十分です。それだけ繰り返していると自分でも天川を取っているなっていう感覚が結構つかめてくると思うので、継続して感覚をつかんでみてください。ちなみになぜ2週間に1回の天川処理がベストかというと、天川っていうのは2週間に1回でもう完全に生えてしまいます。1ヶ月おきにジェルネイルをされている方でも、ジェルネイルをしてから2週間後には天川が張っているのが分かると思うんですけども、ネイルサロンへ行って天川を処理される方も2週間に1度のペースがおすすめのネイルケアのペースになっています。では原因の2番目、ウッドスティックを使っているです。ウッドスティックっていうのは木の棒です。そのような商品になります。今はダイソーやセリアなどでもこういった商品が売っていて、非常に充実したラインナップになっています。こういったものを使ってセルフネイルされている方は多いと思うんですけども、天川がすごく平均より分厚い方はこの木の棒が負けてしまうんです。どれだけお風呂に入ってふやかしたり、お湯に10分間つけてふやかしていても、本当に天川が硬い人は木の棒の方が先にふにゃふにゃってなっていって負けてしまうことが多く見受けられます。対処法として1本金属のプッシャーを持っていくといいです。このような商品になります。楽天やアマゾンなどで安く売っていると思うので、このようなものを1本ご自宅用に買っておいたらいいと思います。1本あれば家族でも共有できますし、腐ることや劣化することもないものなので、家庭に1本持っておくことをお勧めします。ただ注意点があって、家族といっても他人なので消毒をして使い回ししてあげるようにしてください。では原因の3つ目、天川が取れていないと思って擦りすぎているです。天川が取れないんです、取れないんですって言って擦りすぎていて、実はもう爪まで削っているっていう方がいます。ゴシ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 擦っていると、天川が取れているっていうか、白いカスみたいなものが取れてくるので、どれだけ取っても天川取れないっていう勘違いされている方いるんですけど、それは爪です。爪を削っている時はどんな感覚かというと、終わらない天川感というものがあります。本当に永遠に白いカスが出続けるので、これが爪の削りすぎのサインとして覚えておいてください。本当の天川をしっかり取ることができていると、ちゃんと爪の上でつるっと取れている感覚がつかめてくると思うので、こすってもこすっても天川が取れているっていう感覚がある方は気をつけてください。本当に私もネイリストになりたての時に、自分の爪や家族の爪をモデルにさせてもらって、天川を取らせてもらう練習をさせてもらってたんですけど、もうエンドレス天川みたいな状態で、この人すごい天川が多い人だなと思って削らせてもらってたら、実は爪だったっていうオチが結構あります。そういった場合は、この天川処理をした後の2週間1ヶ月後に爪が伸びてくると、天川を削ってしまった後が爪のへこみとしてしっかりと残ってしまっています。これで天川ではなくて爪を削ってしまってたんだなというと、まだまだネイリストになる前の話で失敗談も多くあります。まだ表面だけを削ってしまって伸びてきたら治るんですけど、それだけではなくて、ギュッギュッギュッと押しすぎて
爪の根元にある爪母という爪の元となる部分があるんですけど、そこを傷つけてしまって爪自体が上手に生えてこなくなる場合もあるので、これに関しては気をつけて甘皮を押し上げてください。以上で原因の3つをお話ししました。まとめると、ネイルケアは非常に慣れが必要になってきます。慣れてくるともう甘皮と爪の違いが分かってきますし、お風呂上がりにサクッと終わらせることができるようになります。で、注意なんですけど、人によって甘皮って生え方も硬さも長さも全て違ってきます。自分の甘皮をきれいに処理することができるようになると、友達や家族から取ってってお願いされることもあると思いますが、人にしてあげる場合はまたその人に見合った力加減や押し上げ方があるので、その都度気をつけて甘皮を取ってあげてください。では今日のお話はこれでおしまいになります。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。